はい、こんにちは、まめと申します。学校の六不思議実況プレイ続きからやっていきたいと思います。もう最近ね、バンディカムの調子が悪いのかわかんないけど、たまになんか音声と映像が飛んだりっていうのがあるんですよね。パソコンの容量がいっぱいいっぱいだからかもしれないから、一応いろいろ消去してきたけど、まだまだ重い感じがするので、これからもね、音声乱れたりすることがあるかもしれません。その時はすみません、本当に。ということで続きやっていきたいと思います。ですね、とりあえず記憶を遡りまして、推理前に戻ってきました。でね、推理する前にね、六不思議たちを封印していこうと思います。あれ、これってさ、推理した後じゃないとダメなのかな、わかんない。とりあえず六不思議を封印していきたいので、まずは人参持ってない、人参を持って、デスラビットは確か美術室がね、美術室が縄張りだったと思う。で、ボウ君は校長室だったかな。あやふや、どうしよう。でもとりあえず六不思議、ね、みーこちゃんがまだいますよ。とりあえずここで人参、無限人参ですね、ともちゃんに持ってきてもらって、よし、うさぎさんがまず分かってるので、うさぎさん退治に行きたいと思います。で、なんだっけ、大きなお友達大きなお友達、強盗犯ね、強盗犯はあれですよね、お札があればいいって言ってたんだけど、りっちゃんがお札持ってるんじゃないかなって私思うんですよね。で、音楽室がさ、思うんだけど、りっちゃん先生来ないっけ、来ないか、来ないか勘違いでした。あ、こいつね、うわー、危ない、危なかったよ。あ、ありますね、ありますね。来るなよ、まだ来るな、まだ来るな、まだ来るな。ここが良さそうですね。人参を置いた罠を作りましょう。ほい。さあ、人参を置きました。あとはデスラビットを待つだけです。で、どうするんだ？デスラビットが人参を食べている間に、この横にある棚を倒し、デスラビットを下敷きにして、はい。動けなくなったところで、シーナ君の出番ですよ。シーナ、頑張ってね。おう、やってやるぜ。では隠れて、デスラビットを待ちましょう。でもね、ガラスがさ、じゃりって音が鳴るんだけど、ガラスを踏まないように行かないといけないんじゃないのかな。なかなか来ないね。おっと、デスラビットが来ましたね。おげげげ。人肉の匂いがするぞ。さあさあ、人参だー、かゆっ、おまなんだっけ、バイオでしたっけ。よし、食いつきました。気づかれないようにデスラビットを閉じ込めましょう。あれを踏まないように行かないといけないんだよな。なあ、通れるんだ。よし、行きましょう。これです。重い、うぅ、ゲゲ、人肉ども動けない、いけ、シーナくん、今までよくも食らえ、聖剣エクスカリバット。いけ、シーナ、やっちゃえ。おうや、痛い、ギギ、やめ、ギ、とどめだ、ギギギ、オッケー、いなくなったよ。動けるー。どう、シーナくん。シーナくん、やったね。やりましたね。かっこよかったよ。ああ、マナブの作戦勝ちだぜ。ウサギさん、ちょっとかわいそう。デスラビットを封印した口から出てる。血が緑色なのね、デスラビット。やったぜ。こうやって封印していくんですね。なるほど、なるほど。いや、爽快ですね。ボウ君は鬼ごっこでしたね。でもどこに出るんだっけ校長室でいいのかな。とりあえず校長室行ってきます。あ、でもさ、
りっちゃんが元気じゃないとさ、りつこ先生が結局のところ封印できないんだよね。で、結局めっちゃ多いんだけど岩本さんも校舎に入れてない状況なので、もうこの時点で詰んでるのかな、一番いいエンドに行くには。そんな気がしますね。どうしよう、これはちょっと攻略を確認した方がいいのかな。あ、会議室だった、ここは。え、会議室で会ってたっけ。違うね多分違う、多分校長室だったと思う。校長室かロッカーだとね、思うんだけど、とりあえずまた忘れてたら光くんのところに行きたいと思います。いや、光くんのところに一回行った方がいいのかな、そっちの方が確実な気がしてきた。まあいいや、とりあえずここ様子見ですね。多分ボウくん出てくるよね、ここで。校長室好きだよね。ここだけ曲が違うんだよね。ともちゃんホールではないか、なんもないか。さあおいでボウくん、いらっしゃいここじゃないのか。ちょっと光くんところに行ってきたいと思いますはい、作戦会議をもう一度してきたところ、ロッカーですね。ボウくんはいました。ボウくん、けひひ、見つけた。ねえボウくん、けひ、なに、なんかよ、かくれんぼしない。いや、する、やる、絶対やる。本当に？じゃあボウくんが、お姉ちゃんたちの鬼ね、僕隠れるの得意だから。え、ちょっと僕は一回のどこからロッカーに隠れてるから見つけて。もうわがままな子供ね。しかし参りましたね、一階のロッカーとなると頑張って探すしかないね。わーい、かくれんぼ。もしかしてさ、ともちゃんがさ、ここにいるかもしれないよ的な感じに教えてくれるのかな。待って、ざっとカットするかもしれないんですけど、更衣室、いや更衣室は一番最後でいいかね、あー怖い怖い。じゃあ、まず左の部屋から見ていきたいと思います。いやでも1階のロッカーって言ってたよね。私ほんと人の話聞かない人だな。多分1階でも、1階のロッカーそんなにないから大丈夫と思う。視聴覚室、ゼロの時に全教室のロッカー、あ、待って、そう教えていただいてたんだ。視聴覚教室の穴から確かここにね、ともちゃんホールが、はい、この穴結構深いな。あ、ともちゃん行ってくる。ともちゃん、ちょっと。勝手にね、ともちゃんが行っちゃうんです。いや、ほんとコメントで教えていただきありがとうございます。何があるんだろうね、ともちゃん。ん？え？金属バットだ。何かの役に立つかな。金属バット、金属バット、何使うんだろうね。お姉ちゃん、もうともちゃん心配したんだからね、勝手に行っちゃダメだよ。ごめんなさい。金属バット、何に使うか全く見当がつきませんえ、皆さんハッと思いつきましたか、金属バットわからん人です。ということで探しましょう、ボウくんを。ね、一個持っていけないかな、ボロボロのお札。お札が貼ってあるから、お化けが、あ、この教室はじゃあ安全なんだ。安全なのし、そっか、お札が貼ってて安全、お化けが絶対入ってこないのに死んでるってことは人が殺したっていうことですよね。それは明らか。でもね、このさ、呪術っぽい、これ何なんだろうね。へえ、いやでも多分人が殺したんだろうね。でも誰が殺したの？鈴音さんなのかな。でも多分前回の推理が間違ってるからバッドエンドになったと思うんだよね。医療器具が並んでる。いやー、やめてー、ゴキブリー。あ、そっか、もらっとこう人参さん、人参さんもらっときましょうね。これで、あ、やっぱりここ、あ、
いた。見つかっちゃった。自信あったのにな。じゃあ次は僕鬼するから、更衣室まで来たよ。はーい。みーこちゃんは賢いですね。未だにくんかくんかしてますよ。なんだろうね。宝石？いやでも宝石ってさ、匂いとかないよね。だから多分、ぼうくんの匂いでも嗅がせたんでしょうかね。あ、間違えた。こっちでした。はい。ぼうくん、封印しちゃうぞ。ペロペロ。かくれんぼの鬼、嫌いだけど仕方ないな。10数えるからね。1、2、椎名くん、今だよ。やるのか。おっしゃーと、ぎゃっ、僕の体、見つけてよ。ちょっと残酷だね。残酷なシーナもいい。惚れ、もう完全に惚れてますね。後味が悪いな。シーナのお兄ちゃん容赦ない。お兄ちゃん、一度呼ばれてみたかったんだが、この状況でか。私ならいつでも言ってやるのに。まあとにかく一度リツコ先生のところに戻りましょう。ボウ君を封印した。これでりっちゃんがじゃあ回復してるのかな。岩本さんの役目が全然役に立たないおっさんのさん。そして岩本さんの結婚相手が誰なのか、とてもとても気になるところです。先生、丹波先生なのかな、もしかして。確かにりっちゃんとは反対でおどおどした感じがしましたね。いや、どうなんだろう。あんまり喋ってないからわかんないけど。はい、りっちゃん、ひかるくんに弱点聞いてきたよ。次はガチョメンかな。デスラビットボウくんと来たので、食べられてみる。食べられてみるしかなさそうですね。はいですね。殺人鬼のさ、そう、お札をさ、なんとかしてくださいよ。理科先生、理科先生じゃない、律子先生。はぁ、まだ動けないか。どうしよう、じゃあ。作戦会議したわよーん。あ、やっぱ西見ないと、あれか。よし、じゃあ次は、ガチョメンに、食べられてみたいと思います。はい。開かない？開かないですね。あぁ、わかったよー。財布はね、持ってきちゃいけなかったって書いてる気がしたんだよね、コメント。確か。あれ？ちょっと後でまた見返させていただきます。どうしよう。ガチョメンの出る教室ちょっとヒカルくんに聞いてきますね。カット。はい。ということでガチョメンは1の2、2の3、3の4でよく見かけるっていうので、いる。なので、そこを調べていこうかなと思うんだけど、出てこないかな。出てこないね。じゃあ次は ?2 の、2の3か。いないよー、ガジョミーン。いてほしい時に、ね、いなくて、いなくていい時にいるっていうね、あるあるですよね。っていうことで、地図を見ましょう。2年3組。ほい。右の下から2番目ですね。了解しました。どうしよう。りっちゃんがさ、このガチョメン封印してもまだ立ち上がらない感じだったら、ちょっと攻略確認するか。お札もさ、わかんないんだよね。痛そうなバット。これは見た。うわ、びっくりした。そう。いいんだよ。びっくりしたでいいんだよ。食べられろ。いやー、こうなったらガチョメンの腹に飛び込むしかありません。いやだー。しょうがねえだろ。どうせ食われるんだし、飛び込むぜ。みんなで行けば怖くない。ふふ、す。みんな大丈夫？みんな大丈夫？怖かったよ。ああ、
丈夫だよ。なんなんだよ、あの緑色の物体は。おい、あれはガチョメンです。私はあいつに食べられて地下で目が覚めたんだ。え、じゃあここも？そのようですね。おい、向こうに少し明かりが見えるぞ。うぃー、待って、ここ調べたい。あ、開かない。本物ですか？産地チェックですね。みしゃこちゃん、落ち着いてください。噛んだのかな、それともわざとかな。いっぱいすぎだってば。あっち行きたいけど、ちょっとこっち側先に行っていいですか？いい、嘘だろ、本当だよ。あ、え、あっちも行きたい。あ、行けちゃうの？あっち先に行こう。もしかしたらなんか懐中電灯がね、あるかもしれませんね。なんか出口かな、どこに通じてるんだろう。はい、はあ、保健室。どうやら保健室のようですね。あ、え、こんなところに通じてるなんてな。寝てたよね、殺人鬼。この部屋は殺人鬼がうろついてる。早く出よう。いるよ、いるんだけど。寝てるの？寝てるのですかね、みたいだな。よし、今のうちにこのエクスカリバットで。え、ちょっと待って、不穏じゃない？ちょっと待って、もうちょっと様子見ようよ。そうですね、ここは慎重に行きましょう。お札を取ってこいってか？お札を取ってこいってか？これでも出たらさ、いなくなってないかな？いるか。え、ちょっと一回戻っていいですか？こっち側さ、気になるよね。どうしよう、財布ちょっと一回取ってくるか。気になるので、おきちゃんがいっぱいいるから歩きにくいです。いやー、こんなにいたらもう産地がねマイナスだよ。あ、ガチョメンいるね。当たったらやばい。当たってみる？当たってみましょう一回。あ、綿持ってたからねえねえって。どうしたらいいんだろう。ガチョメン食われたはいいんだけど、封印方法がわかりません。もう綿ないっけ。綿なさげですね。どれも一個しか持てないのかな。うん、わかんない。あ、間違えた。財布取りに行きまーす。あ、なんだ。あ、もう鍵がかかってる。ちょっとこの扉、お札が貼ってる？封印？でもさ、1の時さ、つぐみちゃんがこの中にいたよね。まあ、とりあえず今は封印されてるから蜘蛛女出てこないよね。大丈夫だよね。トラウマに、私にはトラウマをまだ植え付けないでいただきたい。いただきたいよ。今からね、いろんなものを封印していくんだからね。いやー、後味悪くなっちゃうのでね。どっちだったっけ。わかんないよー。迷子さんですー。迷子さんですよ、完全に。あ、寝てる？ガチョメ？寝てるんだよな。ぎゅうぎゅう詰めですね。チャンスだな。シーナ頑張って。気をつけてね、シーナくん。かっこいい、シーナ。行くぜ。うん。え？はあ、行くぜ、ガチョメ。お？オッケー？やったのか。うん。気配が消えてる。やったー！やりましたね。ガチョメンモッコリはいないの？ガチョメンモッコリ？あ、違う。ガチョメンとモッコリか。ガチョメンモッコリって名前と名字があるのかと。ガチョメン封印した！やったぜ！どうしよう。ここで一回セーブしたい。
だって財布を持ってっちゃまずいんだよ。うねえって言ったら噂をしたらあるんですよね。やばい、持っていっちゃう。手に入れちゃった勢いで手に入れちゃいましたよ。まあいっか、行きますか渡さなければいいのかな、持った時点でアウトですかまあいっか、帰りましょう。とりあえずあとはね、封印、大男がね寝てたから封印したいんだけど、あれはとりあえずりっちゃんにお札もらわないといけない気がするので、一旦じゃあこのまま保健室にざっとカット。はい、保健室じゃない、用務員室でしたはい、あ、りっちゃんが復活してる、やったー、どんどんパッパフー。ということで、ここにセーブしましょう。6から始めればいいんだよね。丹波先生、お財布も、ともちゃん邪魔、ちょっと待ってね、ともちゃん。丹波先生、財布あったよ。え、ほんと？はい、あ、開けてくれた。ああ、ありがとう。大事なものが入ってて、助かったわ。何が入ってるの？どうしてあんなところにあったんだろう。あの緑色の化け物よ。あいつが私の持ってたものを飲み込んだのよ。先生はガチャメンに追いかけられていたのですか？マダム君、どこから話しかけてんだい？いや、思い出したくもない。まあ、ともかく、ありがとう。助かったわ。何？お礼は言ったじゃない。ほっといてくれないかしら。性格悪い女だな。なんてやつだよ、この野郎。金品求めるぜ、後でな。りっちゃん、りっちゃん、お前たちよくやったな。無事に帰ってきて先生嬉しいぞ。先生、先生、りっちゃん、学ぶ、学ぶいないよねお化けを封印したことで学校の結界がかなり弱まった。もしかしたらこの校舎から出られるかもしれないな。やったやったな、俺たち頑張ったもんな。シーナが一番頑張った。帰ったら、え、なんでもない。先生、体はもう大丈夫なんですか？大丈夫と言いたいところだが、まだ、先生、リツコ先生、まだちょっとダメだな。そんな、時期に良くなる、心配するな。お前たちにこの鍵を預けておく。ケンちゃんに鍵を預かってたんだ。漆黒の鍵、中に臭いぞ。警備員さんから？ああ、自分がいない時にもしもこの校舎から出られないことがあったら使ってくれと。おそらくは地下のどこかにある非常口の鍵だろう。あ、封印の先？なんか不気味な鍵だな。ケンちゃんは私じゃないと持ってても意味がないとも言ってたな。どういう意味なのでしょうか。地下から嫌な感じがする。お化けたちの巣になってたのかもしれないな。そんな、先生怖いよ。だが、お前たちがお化けを封印したことで嫌な感じはしなくなった。それじゃあ、その地下の非常口から脱出できるってのか？ああ、もう大丈夫だろ。やっと出られるんですね。シーナ。はあ。やっと帰れるんだね。よかったね、ともちゃん。やったー。でもまだ全部のお化けを封印できたわけじゃない。気をつけていくんだぞ。はい。漆黒の鍵はもらったが、ロックを残しとけばいいんだからいいでしょう。一応先生にも鍵があって出られるよっていうことを。礼はもういいんだから一緒に出ましょうよ。行ってみる？一回このまま。頑張ってみんなでここを出よう。情報がかなり集まりました。警備員。先生がくれた鍵で地下のどこかにある非常口から脱出できたらいいなっていうこと。じゃあ、行ってみましょうか、一旦。あ、
と思ったら、お時間結構いい時間になってた。あ、一回やりたいことがあるんですよね。殺人鬼に多分ね、バットが効かないと思うので、どうなるのか一回やってみたいと思います。なので、保健室までカットンと。はい、やってまいりました。では、殺人鬼に寝起きドッキリを仕掛けたいと思います。おはようございます。はい、寝てますよ、完全に。やっちゃおう。ふん、やっちゃおう。頑張って、シーナくん。おお、今までの恨みだ。何回もシーナ叩かれたもんね。くらえ。聞かね。いやゲームオーバー。ご視聴ありがとうございました。